はい、えー、今回はワードプレスで、えー、ホームページやブログを開設する時にかかる費用についてご紹介しますでまずワードプレスでサイト制作する時にかかる費用なんですけども、えー、自作するか、えー、外注するかで大きく変わりますで、えーまあ、自作する場合は、えー、大体初年度が1万円から4万円程度。 えー、次年度以降は毎年1万円から1.5万円程度がだいたいよくあるパターンかなと思います。で一方制作会社に、えー、ホームページを外注する場合、えーまあ、あくまで個人事業主や、えー、店舗などの、えー、シンプルなホームページを想定した場合なんですけどもだいたい初年度の制作費が20から50万円。 次年度以降の保守費が、6万円から24万円程度が多いパターンじゃないかなと思います。なおですね、えー、法人のホームページや、マーケティング、SEO などのコンサルティング付きといった場合は、100万円やから300万円近くかかる場合もあります。で、保守費の方も、障害児だけ対応してくれるのか、や、画像や文言の差し替えなどの更新業務や、まあ、 SEO の、えー、アクセスレポート等をしてくれるかどうかでも大きく値段は変わりますので、あくまで、えー、ここで記載のものは目安ということでご了承ください。で、えー、今回は、えー、ホームページやブログを自作する場合にかかる WordPress の費用について主に説明していきます。 えー、ワードプレスでサイトを自作する場合にかかる費用なんですけども、先ほど申しました通り、えー、だいたい初年度が1から4万円程度、えー、翌年以降が1から、えー、まあ1万から1.5万円程度かかります、えー。その内訳なんですけども、えー、まず必ずかかるのが、えー、レンタルサーバー費用です。レンタルサーバー会社や えー、プランによって大きく変わるんですけどもまあ大体ボリュームゾーンとしては、えー、年間6600円から、えー、13200円、えー、税込みで大体このくらいの価格帯が多いかなと思いますで、えー、ドメインの取得維持費ですね、えー、なんとかかんとかドットコムやなんとかかんとかドットネットといったドメインの取得維持費が大体年間、えー、1500円程度かなと思います で、ワ、えードプレス本体は、えー、オープンソースと言われるもので0円ですので、えー、基本的に最低限かかるものとしては、えー、レンタルサーバーとドメイン、えー、合わせて、まあ、8000円程度ぐらいから、えー、使えるような形ですね。で、ワ、えードプレスのテーマ、えー、こちらはデザインのテンプレートなんですけども、 こちらが1万円から2万5千円程度必要な場合はかかってくるというような形になります。ワードプレスのテーマは無料テーマというのも多くありますのであくまで有料テーマを購入した場合にかかってくる費用になります。あとはプラスアルファで書籍や学習代といったのがかかってくるかなと思います。 で、ここからはそれぞれの項目について、えー、詳しく解説していきます。えー、まず、ワードプレス本体なんですけども、こちらは無料で利用することができます。えー、ワードプレスはオープンソースと言われる形態をとっており、えー、商用、非商用問わず、えー、誰でも自由に無料で使えるソフトウェアです。 で、ワードプレス自体は無料で利用できるんですけども、実際にインターネット上に自分のウェブサイトとして公開しようとしたときに、サーバーやドメイン代といったようなものがかかるような形になってきます。で、必ず必要になってくるのがレンタルサーバー代です。 ま、スペックを選ばなければ、無料レンタルサーバーという選択肢もあったりはするんですけども、実用的なホームページやブログとして、ワードプレスを運用する場合は、基本的に有料のレンタルサーバーというのを契約するのが一般的かなと思います。で、サーバーというのはですね、インターネット上の建物のようなものです。 えーまあ、レンタルサーバー会社からレンタルサーバーを契約するのが、えー、個人ユースや小規模法人だと一般的です。で、レンタルサーバーの費用なんですけども、えーまあ、会社やプランによって料金は変わるんですけども、ボリュームゾーンがだいたい月額550円から、えー、1100円くらいが多いですね。なので、年額が6600円から13200円といったような形になります。 あと、まあ、サーバー会社によっては、初年度のみ、初期費用1000円から3300円程度かかる場合があります。で、レンタルサーバー会社は国内でも100個近くあったりするんですけども、よく使われているのがですね、えー、老舗の X サーバーやロリポップ、えー、桜インターネットのレンタルサーバーで、 最近、性能や機能面で注目されているのが、このハウィングやミックスホストなどがよく使われていたりします。で、各レンタルサーバー会社についてもう少しご紹介すると、大体ですね、性能速度重視で X サーバーやこのハウィング、ミックスホスト等がよく利用されていて、こちらは大体月額1000円ぐらいになります。 一方、安さですとかコストパフォーマンス重視といったので、ロリポップや桜レンタルサーバーというのが使われています。こちらはロリポップなんですけども、だいたいよく使われているのが月額500円くらいのプランがよく利用されています。 桜、えー、インターネットの桜、えー、のレンタルサーバーというのも、えー、老舗のレンタルサーバーでだいたい、えー、このスタンダードプランで、えーまあ、月額500円程度で利用するしている人が多いかなと思います。あと月額1000円ぐらいの価格帯でしたらこちらの X サーバーやこの葉ウィングといったレンタルサーバーやミックスホスト等が、えー、よく利用されています。 なおですね、独自ドメインでワードプレスを利用している場合、えー、まあ最初は安いサーバープランを利用しつつ、後からレンタルサーバーを変更するといったことも可能です。ただ、少し手間がかかったりするので、えー、まあ初心者には少し難しいかもしれません。 まとめますと、ワードプレスにかかる料金、その1、レンタルサーバー代、だいたい年間6600円から13200円、えー、初年度のみ初期費用、1000円から、えー、3300円程度かかる場合があります。えーまあ、時期によっては、よくキャンペーン等も行われていたりするので、えー、その辺は各公式サイトご覧になって、えー、細かいところをご確認、比較いただければなと思います。 で、まあ、細かいレンタルサーバーの比較についてはですね、えー、概要欄にありますレンタルサーバー比較記事の方でご紹介、詳しくご紹介しておりますので、えー、ご興味ある方は合わせてそちらもご覧いただけましたら幸いです。で、ワードプレスにかかる費用、その2が、えー、ドメイン取得、更新費用です。ドメインはインターネット上の住所のようなものでして、えー、まあ、当サイトでいうと webst8.com。 ですとかなんとかかんとか .com.net.cojp 等々ですね、えー、まあドメイン何らかのドメインを、えー、ホームページやブログを運営する際は必要になりますでこちらはロリポップを運営している、えー、GMO ペポパ株式会社のサービスドメインのサービス、えー、ムームードメインというサービスなんですけども、えー、こちらの価格を見るとですね えーまあ、大体ドットコムで、えー、取得1年目が990円で、えー、2年目が1628円といったような形になってます。で、えー、このドットなんとかのこの種類によって価格は違うんですけども、まあ、よく使うドットコムやドットネットとは大体、まあ、平均すると1500円ぐらいが、えー、かかる値段かなと思います。 えー、なおですね、日本国内の利用者しか利用できない、えー、JP というドメインや法人しか利用できない .cojp といったドメインは、えー、もう少し値段がかかってきたりしますので、えー、このドメインの種類によっても少し値段はやっか若干前後することに注意してください。あとですね、えー、補足するとこのドメインは、えー、1年目が取得費用で2年目以降は更新費用というのがかかります。 えー、取得費用が安くても2年目以降の更新費用が、えー、高かったりするといった場合もありますので、えー、基本的にドメインを、えー、取得する際は、えー、1年目の取得費用だけではなく、えー、2年目以降の更新費用がいくらかかるかも確認するようにしておくと良いかなと思います。 なおですね、最近では、レンタルサーバー契約と同時に、一つ分のドメインの取得、維持費用を、レンタルサーバーを契約している限り、無料でサービスとして提供するといったレンタルサーバー会社も増えてきましたので、これをうまく活用すると、年間1500円程度を削減することが可能です。で、まあ、まとめると、ワードプレスにかかる量費用、その2、ドメインの取得、更新費用です。 おお、えー、よそ年間1500円程度かかります。ワ、えードプレスにかかる最低限の費用は、えー、このレンタルサーバーと、えー、ドメインですので、えーまあ、安い方の、えー、プランを選択すると、まあ、大体年間8000円程度から、えー、運営することが可能です。 で次に、ワ、えードプレスでかかる料金、その3なんですけども、ワードプレスのデザインのテンプレート、テーマの購入費用です。ワ、えードプレスでいうテーマとは、一言で言うとデザインのテンプレートのことです。えー、人に例えると服のようなイメージになって、えー、そのテーマを変更することで、サイトの見た目や外観及び関連機能を変更、追加することが可能です。 で、ワードプレスでは無料で利用できるテーマも数千以上、えー、リリースされていますし、えー、また企業や個人のデザイナーたちが有料で販売しているものもありますまあ、有料テーマと無料テーマの違いなんですけども、えーまあ、無料テーマでも優れたテーマというのは非常に多くあるのがワードプレスの特徴なんですけどもまあ、一般的に、えー、有料テーマの方が、えー、無料テーマよりも機能面がさらに、えー、充実していたり えー、購入した人向けの、えー、マニュアルやサポートといったものが受けられることも多く、えー、まあ本格的に早く見栄えの良いサイト、えー、ホームページ、ブログを作りたいといった場合は、えー、結構有料テーマの方が、えー、効率的にサイトを作れたりするかなと思います。で、えー、まあ有料テーマを利用する場合は、えー、大体が買い切り型が多いんですけども、最近ではサブスクリプション型というのも、えー、販売元によっては、え、増えてきました。 で、価格帯はおおよそがだいたい1万円から2万5千円程度ですね。えー、こちらは、えー、ワードプレスで人気の有料テーマの一部なんですけども、当サイトでもよく使っている、えー、ライトニングの有料版で、えーまあ、7700円や、えー、SEO で有名な、えー、ケインといったテーマや、えー、サブスクリプション型で、えー、最近非常に人気のあるスノーモンキーといったテーマ。あとですね、まあ、あの、 TCD シリーズという、えー、有名なワードプレスのデザイン、テーマ販売をしているところの一つであるロータスといったテーマや、えーまあ、ブログアフィリエイトとかでしたら、えー、当サイト、当ブログで使っているアフィンガー5や、広くブロガーさんに好まれている、えー、ジンやストーク、えー、サンゴといったテーマが、えーまあ、比較的よく使われているのではないかなと思います。 で、まあい価格帯を見ると、えー、1万円から、えー、2万5千円程度の、えー、価格帯が多いですね。で、まああくまで、えー、2021年5月時点で確認した料金ですので、えー、こちらも最新の正確な情報は公式サイトをご確認するようにしてください。で、ワ、えードプレスにかかる費用3つ目は、ワ、えードプレスのテーマ代、だいたい1万円から2万5千円程度かかります。 で、こちらは無料テーマを利用すれば、えー、0円、えー、費用はかかりません。あとはですね、えー、まあその他、えー、本やスクールなど、えー、必要に応じて勉強したりする費用がかかってくるかなと思います。 えー、まあ、本であれば、えー、数千円、一、えー、複数買っても1万円程度で済むと思いますし、えー、まあ、時間がない人はワードプレスの使い方の、えー、教えてくれる、えー、個人レッスンやスクール等もあったりするので、まあ、時間のない方は、えー、そういったのに、えー、通ってみるのもありかなと思います。 はい。えー、まとめです。えー、ワードプレスでサイト制作するときにかかる費用なんですけども、えー、まあ、自作する場合で言うと、だいたい初年度が1万から、万円から4万円。次年度以降は1万円から1.5万円といった形で。あと、制作に、えー、制作会社に外注する場合は、まあ、小規模なホームページでしたら、えー、まあ、20万円から50万円。えー、次年度以降の保守費が、えー、まあ、6万円。 年額6万円から、えー、24万円と。まあ、あの、ばらつきはあると思います。で、自作する場合の、えーまあ、内訳なんですけども、ワ、えードプレス本体は0円です。で、えー、必ずかかるのがレンタルサーバー代で、えー、まあ、年間6600円から、まあ、多いのが、えー、13200円といった形で、えー、ドメイン取得代は、えー、年間、えー、1500円程度。 で、ワ、えードプレスの、えー、デザインのテンプレート、テーマ代が、えー、無料の場合は0円ですけども、有料テーマを購入する場合は1万円から2万5千円程度かかります。あとは、まあ、プラスアルファで、えー、書籍代やスクール、レッスン等を受ける場合は、えー、そこに応じた費用がかかってくるというような形になります。えーで まあ、サイトやホームページを作るのを、えー、それほど急いでなくて、じっくり自分で勉強しながら、えー、ホームページやブログを作っていきたいといった場合は、えー、まあ、最近ではですね、えー、当チャンネルでもそうですし、えー、YouTube や、えー、インターネットの情報、書籍等でも、あの、いろいろ情報が載ってますので、そちらで勉強してみて、えー、サイトを作っていかれると、えー、まあ、安く仕上げられるかなと思います。で、まあ、 すでにビジネス、何らかの、えー、ビジネスをやっていて、えー、まあ、それのホームページを、えー、なるべく早く効率的に作りたいと。時間もないので、できるだけ効率的に作りたいといった場合は、えー、まあ、スクールや個別のレッスン等を受けるのも選択肢の一つかなと思います。で、このチャンネルではですね、ワ、えードプレスやホームページ、 ブログ等についてお役立ちになる情報を随時配信しておりますのでご興味ある方はチャンネル登録をしていただけますと幸いです。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。